ジョブ型雇用について街の人はどう思っているのか。外食企業に勤務しているというこちらの男性は、まあ、副店長のポジションで、まあ、店舗責任者みたいな形で取っていただいたので、はい、ジョブ型雇用みたいな形ですか。そうですね、はい、自分のスキルを磨けるというか、こう数字をこう管理できる、見れるっていうのにちょっと惹かれて。一方、こちらの女性はジョブ型雇用となると自分が息苦しくなるかなと思って、まあ、終身雇用で年功序列で上がっていく会社の方が自分の性格に合ってるかなと思って。ジョブ型を不安な働き方だと感じる人もいるようだ。やっぱ一本のスキルっていうのはできにくい、なんだろう、こう強みというものがなんかあんまり一本のものがないかなっていうふうに思うので、まあ、ちょっと働けてきたらなというふうに思ってます。こちらの男性はジョブ型の導入企業で営業として働いているが、終身雇用までは正直考えてないですね。自分の中でなんかやり遂げたりとか、まあ、やりがいがちょっとなくなってきたらやっぱりすぐに転職したりとか、まあ、そういうのもあると思うので。そもそもジョブ型雇用とは一体どんなものなのか。4年前から導入しているスタートアップリデル、企業とインフルエンサーをつなぎ広告マーケティングを支援、7000社以上が活用している。ジョブ型システムの中で高い評価を受けているのが社員の曽我さん。26歳、入社4年目で早くも年収は倍になっている。課長ぐらいのクラスかなと思っております。もともと僕 SNS でいろいろ活動もしてるってこともあって、そこの知見とかも生かして働きたいなと思ってたので、その強みを生かしたところからのスタートだったので早く昇進できたのかなと思ってます。曽我さんは入社前から持っていたスキルを生かせたという。一般企業でいう課長職で部下8人を管理する。リデルはジョブ型導入に伴い評価を明確化した。売上、コスト管理、資料作成、SNS 知識など6つの項目ごとに配点があり、合計は100点。さらに項目ごとにポイントを振り分け、例えばスケジュール設定では各所との調整交渉に4点など細かく分かれている。役職とそのスキルポイントによって給料が決められる。詳しい金額は見せられないが、同じ役職でもスキルによっては月数万円の差が出るのだ。その自分が今目標に対してどれぐらいビハインドしているのか、逆に超えているのかみたいなところが確認できたりはするので、評価をしてもらうときとかも自分はこれだけやったっていうところが出しやすいのはいいかなと思っています。経営サイドもジョブ型の導入によって能力が高い社員の給料を大きく上げやすくなった。本当にもう10万とか15万円とか一気に報酬が上がるっていう方もその半年の成長で、上がる場合はあったりしますね。やっぱり一番評価がしやすくなったというところが一番大きいかなというふうに思っています。どんどん難易度を難しくしていくような形になるので、まあ、難しくなればなるほど自分の報酬も上がっていくという形で、給料も上げやすい。ジョブ型の評価を導入することで社員のスキルアップも早くなったという。このジョブをちゃんと向き合ったことによってスキルがどんどん上がっていったので、まあ、自立しますみたいな人も出てきていて、で辞めていった人も今我々として一緒にお仕事してる人ってたくさんいるんですよ。ジョブ型なの で今も継続してお仕事させていただいているメンバーとかっていうのが非常に多いですね。ジョブ型は旧来のメンバーシップ型と違い、職務の内容と目標があらかじめ明確になっている。だからこそ能力を評価や賃金に反映させやすいのだ。しかしそんなジョブ型企業が社員から訴訟を起こされるという案件が近年増えているという。依頼が相次いでいるという弁護士に話を聞いた。ジョブ型を取り入れ始めている会社などで、裁判など増えていたりするんですか。急増はしてますね。やはりまずはそういうジョブ型雇用的な見地に基づいて昇格降格化しやすい制度を導入して、そうすると不幸にして降格不利益を受けた方から
やっぱりそれは法的に無効であるといった訴えを会社に起こしてくる、そういった権利主張してくるという事例は、まあ、急速に増えてますね。賃金の低下に伴う降格を法律で禁じている不利益変更だと受け止める従業員から訴えが起こされているというのだ。さらに日本の法律ではジョブ型でも簡単に解雇できないという実情がある。解雇っていうものは今の法律上だとなかなか会社側からはできない状況なんでしょうか。原理的な新卒社員、簡単に言うと会社にもう経験もスキルもないと、で会社から指導してもらって学んでもらって、適性を身につけると、はい、いったような社員の場合なかなか解雇できないんですよ、うん、つまり無能力であっても会社がですねそれをまあ指導して教育してあげなさいと、でどうしても手を尽くしてダメだったら解雇ですよと、なかなかここまで持ってくる大変です実務的にね、はい、制度上社員の解雇や降格が難しい日本企業とジョブ型のシステムがギャップを生んでしまっているのだ。ジョブ型企業では降格した社員をどう扱っているのか。今回パナソニックホールディングスでシステム事業の中核を担い売上高が1兆円に達するパナソニックコネクトが取材に応じてくれた。去年4月、国内1万人以上の全社員をジョブ型雇用に切り替え話題となった。降格によって辞めてしまう人だったり、まあ、少しこう精神的に辛くなってしまう方などは、はい、現状では いらっしゃいますか。やはり人はですね、まあ、大事に決まってますので、そこはリスペクトしながらその次の道にこうしっかりとですね踏み出せるような協力をしていくというところと、精神的にこう参らないように、まあ、日頃やっぱりこう精神的に不安定な方については少しそういうプログラムに行くことを避けたりとかですね、そういった配慮をしながら丁寧に進めております。昨年度は社員の 1.3%、 130人以上が降格となっている。ジョブ型を取り入れる上でやはり降格っていうところは、まあ、一番気を使われた部分ではあるんでしょうか。はい、降格する場合はいきなりこう降格を告げるのではなくて、もう一回新しいチャレンジできますよということでやって、それでもどうしても難しかったら、お互い納得の上で降格という道も選ぶという、なるべくこう丁寧に進めるように心がけています。制度と現実の難しいギャップの中、密なコミュニケーションと細心の注意を払いながら社員一人一人と向き合っているのだ。解説は一貫して企業取材に携わり働き方に関する記事を多く執筆している半澤二木編集委員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トラウデンさん、今回取材してみていかがでした。そうですね、やはりこういろんな声を聞いていても、ジョブ型にしてより日本の経済を元気にしていかないといけないっていう危機感を持っている方が結構いらっしゃる中で、やっぱりこうジョブ型にしても、まあ、本来のジョブ型のように仕事がなくなったら人も一緒に辞めるっていう形はなかなか日本ではやっぱり取り入れづらい、うん、そんな中である意味こう日本型の日本的なジョブ型っていうのが今少しずつ広がっているんだなということは感じたんですけれども、まあ、VTR であったようになかなか降格だったり、そうですね、解雇っていうのにハードルが高い、果たしてこれがまあ経済にとっていいのか、会社にとっていいのか、個人にとっていいのかっていうところ、ちょっとこうこの後先が気になるなというふうに感じましたね。まあ話を聞いている中でも感じたんですけれども、やはりジョブ型、メンバーシップ型、一長一短ありますよね。ありますね。まあ例えばジョブ型だとですね、まあ専門性がこう磨きやすいと、だからまあ将来自分のなりたいものとかキャリアをこう描きやすいっていうのはありますよね。で一方ででもその専門性を突き詰めるがために違う仕事に転換するというのはちょっと難しくなる部分があるかもしれません、はい、でメンバーシップっていうのはその特に若い人はまだやりたいこととかですね、自分が目指すものがわからない時に、まあ、いろんなところを経験して、はい、まあ成長できる、後で選べるっていう良さがあるんですけども、一方でそのあれですね、年功序列とか年功賃金というのが結構多くてまだ残ってて、まあ、組織が停滞しやすいというそういうデメリットがあると思います。そもそもなぜこう日本ではこのジョブ型を導入する企業が増えているんでしょうか。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、大きく言えば、まあ、生産性を高めたいという気持ちがすごくどの企業も増えていると思うんですね。いわゆる経営環境がいろいろ激変する中で
個人一人一人の能力を最大限に発揮してもらいたいと、うん、で海外からも人材を呼ぶと、はい、あと中途採用でもこういろいろこう人を呼びたいと、流動化させたいと、人材をですね、そこで新しい成長分野に人をこう当てたいという時に、うん、やっぱりあの硬直したようなあの今までの、 あの人事制度メンバーシップ型とちょっと難しいというところで、うん、まあ、グローバルに合わせようというような機運が高まっているんだと思いますね、うん、あのジョブ型を導入した大手企業を中心にですね、ジョブ型だからこそのこう降格への対応に苦労している様子というのも、うん、あの VTR でもあったんですけれども、かなりこう気を使って時間をかけてあの、まあ、対応しているように感じられましたね。実際に働く人にも話を聞きました。やっていく中でコミュニケーションを取りながらあの改善する機会があるというところは、働く上でもすごい心理的安全性につながっていると思います。今お話しいただいたパナソニックコネクトの松尾さんはですね、昇格した側ということですけれども、はい、まあ、降格へのフォローアップについて、まあ、このように話していて、日本のジョブ型、まあね、今までのメンバーシップ型の転型からの転換という意味で、こういった、まあ、ジョブ型への対応制度というのは必要ということなんでしょうか。うん、そうですね、あの、まあ、降格って慣れてないですよね、日本ってなんか本当に悪いことしちゃったとかですね、はい、なんかないとこう降格って慣れてないんで、やっぱりこう丁寧に制度設計をする、そのためには労働組合とかとしっかり議論する、はい、協議するというのが重要だと思いますし、あと、まあ、例えば、例え賃金が減るとしても高級でですね、で激減緩和措置だとか、もう一回再チャレンジできるとかですね、そういったなんかフォローが必要かなと思ってます。過渡期だからこそ、そうですね、ジョブ型導入に向けて課題の一つは司法判断です。先日注目の最高裁判決がありました。この後お伝えします。